おかしいな、ないよそんな電車。ジェックエイ、いい電車旅になってます。やっぱチェコってすごいわ。めっちゃ感動する。ちょっと待って、これ乗ってたらまずいってことないよね。この後柵があってギューってぐちゃってなったりしないよね、いくらなんでも。おはようございます、無職旅です。2022年9月14日チェコのベロウンという町にいます。7時から朝ごはんです。デブリデン、昨日のホテルに比べるとだいぶシンプルではありますが、無職旅的にはこういう方が馴染み深いですね、はい、1巡目こんな感じにしました。いただきます。2巡目です。今朝は軽くしておきます。本当に軽くしておきます。チェックアウトするんですけど、キーはこんな風にしといてねと言われました。結局食堂のお姉さん以外ホテルの人には会いませんでした。時刻は7時30分、ホテルを出て駅に向かいます。今日はちょっと雨が降ってますね。チェコの人っていうかヨーロッパの人全般に言えるんですけど、傘ささない派の人が多いように思います。駅まではバスで行った方がもちろん早いんですけど、最後にベロウンの街並みもうちょっと味わいたくて歩くことにしました。こんな雨の、しかもまだ7時半だというのに露店準備してて果物とか雨ざらしなんですけど、いいんですかねあれはね。あのロールは何だろう、壁紙、こういうの露店で売るっていうのはすごく意外に思います。トマトと唐辛子とかパプリカとかですね。綺麗な花です。でかいワンちゃんあのホテル出るときにも言いましたけど、傘ささない派の方が多いって。こうやって多くの人とすれ違うと、あ、本当なんだなんて感じしますよね。というわけで7時44分ベロウンの駅に到着です。ところで今日は4時半に起きて身支度してブログ書いたりしてたんですけど、朝からバッチリ頑張れてます。さて僕は8時8分発の R772 に乗るはずなんですけど、おかしいな、ないよそんな電車。いい音がしますね。軽く車内散策してみます。あれは自転車立てかけ場ですね。これは何だろう、車椅子の昇降機なのかな。でこちらトイレがあるんですけど、車椅子対応してますね、きっと広いし。本質的には人見知りな僕なので、空いてるところにこっそり座ろうと思います。座らないでうろうろしてたら次の駅着いてしまいました。このタイミングでどっかそそくさっと入って座ろう。ちょうど乗客が降りたコンパートメントに入りまして、個室ですが、個室じゃなくなりますね今ね。あ、OK、どぶりでん。僕がジョー君の撮影しようと思ってここ乗せようとして苦戦してたら、テーブル出てくるよって教えてくださいました。ジェックエイ、いい電車旅になってます。車内アナウンスはないんですけど、このモニターに駅名とか書いてあるので迷わず進みます。8時39分ブルーゼニュー到着です。でこちらに看板もある通り、ビールでとっても有名な街でございます。あちらは大量の車が積載されてますし、建物大きいし、パッと見大都会ですね。実際ブルゼニューはチェコ第4の都市だったはずです。では街の中心部まで歩いていきます。雨が降っているしトラムもあるしなんですけど、大した距離じゃないですし、何より僕はこの瞬間大好きですからね。新しい街について、そして歩いて中心部に向かっていくというのが。でも実は初めてじゃなくて2回目だったりします。7年ぶりかな。おー、旧市街どっちだっけなって、今まさに地図見ようと思ってたんですけど、その必要なくなりました。明らかにあっちですね。でけえ。
7年前に来た時は日帰りで、しかも急ぎ足だったんでじっくり街見られなかったんですよね。だから今日は実質初めてと言ってもいいかもしれません。あの大きなアルミホイルの球体みたいなのは何でしょうね。落ち着いた雰囲気の池か川があって、すぐ隣に客席があるレストランがあって、良いことです良いことです。やっぱところどころ意表をつかれて驚きの笑いしちゃうことがあるんですよ。こういうのが普通にあるんだもんね、あちこちに。やっぱチェコってすごいわと思います。予約してもらったホテルすぐ見つかりました。ランゴホテル、こちらです。いやー見て壁だけじゃなくて窓とか上の方も含めて、これ古い建物ですよね。こんなが泊まれるってワクワクしませんか。しますね。さて、当然まだチェックイン時間前ですけど、荷物だけ置かせてもらいましょう。レセプションらしきものが見当たらなくて、このチェコ語の書き置きだけあります。スマホで翻訳してもよくわかんないし、さてどうしたものだろうか。こっち、はい、チェックイン版、はい。ここがレセプションで、単に僕が隣から入っただけの話でした。はい、大変失礼いたしました。こっちが入り口です。ホテルは2階だそうです。僕はパーテスノステルのエレベーター探してるんですけど、今お姉さんに相談してこの街にあるか探してもらってます。ジェックイ、所在地を調べていただきました。本当に助かりました。ありがとうございます。あなたはなんでそのエレベーター行く必要あるのって言われて、僕もわからないけど、でもミッションなんだと、そんな風な会話をしました。9時27分、改めて相変わらずの雨ですけどブルゼニュ観光を出かけてきます。ホテルを出て20メートルぐらい歩くと共和国広場がありまして、おー、明らかにここが街の中心部ですから、その近所に宿泊できるっていうのはとても嬉しいことです。このプルゼニュの街はたくさんの見どころがあるんですけど、まずは南の方に行ってみます。たこ焼きの提灯があります。本当に取り扱っているかどうかは半信半疑。アジアンフュージョン、なるほどね。たこ焼きはどんな姿にフュージョンしてるのかな。特に観光スポットとして紹介されてなくても、すべての建物が美しくて興味深いです。これだって何かしらの商業施設ですよね。図書館なのかな。壁にしても柱にしてもかっこいいです。あ、中に大きな絵もあります。共和国広場から南に歩いてきまして、ホテルのお姉さん調べてくれたところによると、ここら辺の建物にあのエレベーターあるっぽいんですけどね。この中にあのエレベーターがあるの？どういうの？他の方いるからちょっと声を押し殺していますが、めっちゃ感動する。なぜだろう、笑いがこみ上げてくる。乗っていいんですよね、エレベーターだし。よいしょ、乗りました。今のがグランドフロアで、これから1階ってことですかね。はい、動き方はゆっくりです。まあ階段普通に歩くよりは早いかな。隙間はほとんどないように感じます。あと斜めになってるんですよね、上とか。だから挟みづらくなってるっていう配慮もまあそれなりにあるのかなと思います。階段も終わってますね。最上階ですね。ちょっと待って、これ乗ってたらまずいってことないよね。この後柵があってギューってぐちゃってなったりしないよね、いくらなんでも。大きな歯車とは言わない、なんていうんだっけ、スプロケットがありました。あ、よかった。
それで隣の下る列に移動して今度は加工します。ドア的なものはなくて、入っちゃいけないときはロープで通せんぼするんですね。1周4分30秒でした。おっと、びっくりした、段差があった。はい、そんな感じのパーテスノステルだっけ、初体験でした。あ、普通に利用されてる方もいらっしゃいますね。大変ありがとうございました。楽しませていただきました。時刻は10時16分なので26分間もエレベーター見てたわけですね、乗ったりね共和国広場まで戻ってきました。で、ここを左に曲がって大シナゴーグ見学に行ってきます。